real fellas, real fellas, real fellas. さとこジャパン。影が伸びる、外れたレールの上で何を知る、痛みと引き換え何を与える。皆さんこんばんは、パーソナリティのさとこです。今夜も楽しくおしゃべりします。今日のゲストはレイキフィルムズ代表の金川雄一郎さんと上映会実行委員長の中村春人さんのお二人です。後ほどたっぷりお話をお伺いしたいと思います。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局東京スタジオよりお送りいたします。さとこジャパン。はい、それでは改めましてこんばんは、パーソナリティのさとこです。金川雄一郎さんこんばんは。こんばんは。中村春人さんこんばんは。こんばんは。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ね、久しぶりのご出演になるということで、ちょっと簡単に自己紹介からお願いしたいんですけど、じゃあゆうくんからいいですか。はい、今レイキフィルムズで代表をしています金川雄一郎です。普段、レイキフィルムズっていう映画制作団体で、映画の監督や脚本書いたり編集したりいろいろやってます。そうですね、よろしくお願いします。じゃあ中ちゃん大丈夫ですか。はい、大丈夫です。同じく、レイキフィルムズで、映画制作団体レイキフィルムズで活動しております中村春人と申します。今はですね、なんでしょうね、映画祭、うちでやってる映画祭だとかの実行委員長やったりだとか、あとは映像編集だとか脚本監督やらせていただいております。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。なんか結構ね、映画祭も大変ですよね。実行委員長大変です。非常に、ね、またね、ちょっとその話もね、はい、後ほどたっぷりお伺いしたいと思うんですけど、なんかゆうくんはもうすぐ公開の映画があるということで、はい、その話からしていただいてもいいですか。はい、そして炎は青くという作品で、僕が監督しました。で主演は、丸谷そらさんっていう、スターレイプロダクションのという事務所の方なんですが、前回も一緒に映画やらせていただいて、今回また再コラボという形で、作品作らせていただきました。そうなんですね。なんかそらちゃんとは結構久しぶりですかね。そうですね、1年前ぐらいにこのさとこジャパンでも、2人でそらちゃんと2人で出演させていただいたんですけど、青春パラの協奏曲っていう作品で一回、初めてコラボして作品作って、監督と主演で作品作ったんですけど、また1年後にもう一回やろうじゃないかってことで今回この作品を作ったっていう流れになります。そうですね、なんか前回の時は結構ね、そらちゃんの役って、私も映画見せていただいたんですけど、なかなか難しい役で、そうですね、でもめっちゃこうね頑張って演じてて、賞も取ってますもんね。そうなんです。映画祭でね、はい、映画祭で主演女優賞も、空は取って、最初の作品は本当に、女子高校生が結構こう狂気というか心の闇に陥るみたいな話で、ちょっと演技もなかなか難しいものだったんですけど、そうですね、空ちゃんめっちゃ怖かったもんね、はい、あの時の、ね、映画の中の、ね、見てて、そうね、今度はどんな作品なんですか。今度は前回の作品とはちょっと打って変わって、青春ものであることには変わりないんですが、進路に悩む若者たちの姿を、描いた作品っていうのがテーマで、主人公の、丸谷そらさん演じる子はすごい自分の進路に悩んでて、大学4年生でこれからどうしようってなってる時に、憧れてるバイト先の先輩が女優を目指して
って、まあ、その先輩が女優を諦めないといけないんじゃないかっていう状況に陥ったりとか、あとまあ同級生の子はもう俺は就職なんてしねえって言って世界一周の旅行に出かけるだとか、で彼氏は就職した会社ですごい忙しそうにしてるっていう社会に出てっていう中でこう、まあ、どういうあの人間関係とかの中でどういう葛藤があるのかっていう、まあ、あの明確にこうストーリーがあるっていうよりはそういう日常を今回は描こうかなと思って作った作品になります。そうなんですね。結構ね学生時代はみんな横並びで同じ学生として、まあね、それぞれのそう趣味があったり、ね、部活があったり勉強一生懸命だったり違うけど、まあ、横並びだけど結構ねその後社会人になるとみんなそれぞれ全然違う人生ありますもんね。なんかこう進路のことではなんかゆうくんはなんか悩んだりとかしたんですか？僕も、まあ、相当悩んだんですけど、うん、まあ、やっぱりあの映画とかなかなかハードルが高いと思うのでやろうと思うのはそこはすごく悩んだところでは僕もあります、うん、で主人公の、あの空演じる主人公も女優になるべきかっていうことにすごい葛藤するっていう物語になってます。うん、そうなんですね。中ちゃんはなんか進路とかで悩んだことあるんですか？悩んだり、うん、まあでもなんかこうそうですね、なんか勉強なのか自分のやりたいことなのかっていう、うんうん、まあ、そういうところでやっぱり誰しも、ね、なんかちょっとばかしこう、うん、んってなんか疑問に思ったりとかこれでいいのかなと思ったりっていうのはあると思うんで、僕自身もそうでしたけど、うんうん、なんかそういうところを描いてるのはすごいなんか共感できる点は多いんじゃないかなっていうのはありますよね。うん、これはこう世代を超えてね、なんか私たちの時もやっぱりものすごく悩んでる子とかもいたし、まあでもなんか親の仕事を継ぐみたいな子もいたしいろいろだったけど、やっぱそれぞれに悩んでたけど、まあ最近の若い人たちというかこれからね進路を選ばないといけない子たちもやっぱり一緒ですよね。そこはね、そうですね、やっぱりなんかいろんな生き方をする人たちが増えてきてると思うので、よりこうまた違った悩み方が生まれてきてるのかなとは思ったりもします、ね、と自由度はでもどうなんだろう。私たちの時はもう就職したら、まあ、割とこう終身雇用みたいな感じで、はい、そこに一生勤めるみたいなのが特に男性はね、うん、はいはい、そういうのがこう、うん、やっぱりあったけど今ちょっと違うから、うん、そういう点で何か違ったりするとこもあるのかなとも思うんですけど、うん、ただまあやっぱ一番最初に入る会社というかね、うん、まあ正社員でいいのか、それとも本当ね世界旅行でも行ってからにしようかとか今なりますよね。そうですね。そういうもう若者の姿を描いてます。とにかくどうしたらいいんだろうっていう若者の姿を描く感じで、まあ、見どころは花火のシーンがあるんですけど、青春、もう青春っていう感じのエモい花火のシーンがあります。花火、大きい花火の方、ちっちゃい花火です。ちっちゃい花火の方で、手持ち花火の方です、ね、あーなんか花火大会とかねやりますもんね、なんかね、そうですね、やりましたね学生の頃とかね、あ楽しそうというか懐かしいですね。うん、なんかそういうのもあるっていうことですね、はい、うん、まあ、これもうね撮影終わっているということなんですけど、まあ撮影はまあ、そらちゃんが主演で、あとどなたがいたんですか？そらさんがそらちゃん所属してる事務所のスターレイプロダクションという、うん、事務所から、あと島村雄大さんと大木春人さんという、うん、2名の、役者俳優の方が参加してくれて、うん、今回、その、そら、島村雄大さん、大木春人さんと、あともう一人団体の青ちゃん、葵さん、うん、の4人がキャスト出演者ということで撮ったんですけど、うん、まあ、撮影現場はいつもよりももうすごい若い雰囲気でした。なんか若いノリと活気がすごい満ち溢れてるような現場で、うん、その事務所から来てくれた 3人は若いので、ね、そうですね、進路に悩む子たちだから、はい、大学生ぐらいの設定でやってて、実際それぐらいの年齢なので、うん、もうすごい本当に現場がなんかいつも以上にノリ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 な現場でした、ね、今回は若かった、うん、そうなんですね、そんな年寄りはいなかった怒られるよね他の人にこと言うと あんまり良くない良くないね、うん、まあ、でもちょっと若い感じの
ことはちょっとフレッシュなメンバーでお届けしますみたいな、パーティーのシーンがあったんですけど、そこであのクラッカーを打つっていうカットがあるんですよ、そのクラッカーを打つときにもうみんな、僕あの予備でむっちゃ多めに30個ぐらい買ってきたんですけど、みんなも遊んで打ちまくって、撮影始まってないのに練習も全然せずにみんな驚かし合いみたいな感じで打ちまくるんで、あの結局ちょっと最後足りなくなるっていうもうあと1回しか撮影できないよみたいな、もう自分でパンって言うしかなくないそうですねそうだったんですね。なんかこれ苦労した点とかもあるんですか？それはなかったのかな？苦労した点はやっぱりあの、団体のメンバーだけではないっていうところは、やっぱあのそうですね、少しいつもとは違うところだったんですけども、3人とも本当にあの現場で楽しい雰囲気をもう自らこの若いノリを作ってってくれて、なんか新しい新鮮な感じがしてすごい楽しかったですね。あ、そうですよね、まあ、ほぼ団体じゃない人たちの中に、そうですね、キャスト自体がそんな感じですね。一人だけ団体の青ちゃん、僕の作品にもいっぱい出てくれてるんですけど、青井さんっていう方とやりました。やってって感じですね、はい、スタッフは、まあ、ゆうくんは監督をやって、そうですね、監督とカメラも僕がやってるんですけど、あとこの作曲部の部長の青井くん、近藤葵さんが、なんかいっぱい青がいっぱい出てくるんですよ。すいません、タイトルも青だし、青勘違いをちょっとまずいですね。青、青近藤、その近藤葵さんが録音やってくれて、はい、そんな感じで、あとまあレイキさんと、中ちゃんとっていう感じでやってました。そうなんですね。まあ、じゃあロケ地とかも何か所か行ったんですかね。そうですね、ロケ地はまあ、河川敷。でなんかこう花火のシーンを公園で撮ったりとか、その外のシーン、まあ、全体的に今回結構エモい感じで撮ってるので、外のシーンは多めで、あとあの子ども食堂っていう、ところを使わせてもらって、カフェのシーン撮影しました。そうなんですね、あとは僕の家でも撮影してるんです。あ、そうなんですね、はい、ゆうくんの家というか、無地ぬさんの家というか、あ、その引っ越したんですよ。あ、そうなんですね。じゃあもう本当にゆうくんの家で撮ったんですね。そうですね、本当にゆうくんの家です。本当のリアルゆうくんの家で撮影をしたっていう、はい、そうなんですね、これ3月15日からレイキフィルムズの YouTube チャンネルで公開でしたかね。そうですね、3月15日から、来週の金曜日ですかね、公開されるのでぜひ見てください。ですね。なんか編集はゆうくんがやるんですか？はい、僕がやってます。たらね、でも監督もやってカメラもやって編集だから、割とこうイメージ通りに作りやすいのかな。そうですね。自分のイメージ通りに作りやすいっていうのはあると思います。なんですけど、まあ僕はもう本当にみんなに協力してもらって作ってはいるので、もう感謝です。それは本当に。そうですよね。それはそうですよね。なんか全部自分でやってるみたいに見えるかもしれないですけど、本当にその裏にもいっぱいやんないといけないことって結構。そうですよね、こまごまとしたことはね、やっぱりね、スタッフの皆さんとかね、っていう感じですよね。まあ、中ちゃんはこの作品のどんなところに期待したりとかしてますか？そうですね、やっぱりまあ、キャストが、ね、若い人たちが多いっていう、で、ね、大学生のなんかリアリティのある日常的な、悩みだったりそういうところを描いてるっていうのは、なかなかやっぱりこう描くのも難しい題材だったりするので、それをゆうくんがどうやって描くのかなっていうところは、なんか面白いなっていうか、なんかワクワクしてますね。確かに、ね、こう悩んでることって心の内側で起きてることだから、それをまた映像で表現するって大変ですよね。難しい課題ですよね、やっぱり心の中は、文章とかだったら書けるんですけど、映像だったらなかなか表現するのは一工夫がいるところではあると思うんで、まあね、役者さんのね、その表情とかね、まあ、ちょっとしたこうね、なんか構図とか小道具とかそういうので表現したりするんでしょうけど、なかなか難しいですよね、やっぱり。難しいですね、全部喋らせたら意味ないし ね、 そうなんですね、私こんなことで悩んでんだよねみたいな。まあ、それをまたソラちゃんと、まあ、すごく久しぶりだったと思うんですけど、ソラちゃんとのね、なんかこう変化、ソラちゃんのこう変化とかありました？やっぱり僕そらちゃんと同い年なんですけど、まあ、お互いそのまだ1年前よりも全然なんかお互い成長してたなっていうのを今回すごい感じて、なんかこう演技したり監督する上でも前よりもお互いこうコミュニケーションが取れてたりとか、なんかあ1年で僕自分たち成長したんだねっていう話をしたりもして、そうなんですね、そういう意味でこう、なんでしょうね、連携がこう
しっかりこう、うんうん、より強まって撮れたんでいい作品が作れたっていうのは本当に良かったなと思います、うん、まあね、やっぱりね、こう役者さんとね監督とお話しすることも大事というかね、はい、うん、そっか、まあ、そらちゃんからも成長したと言ってもらえたというそうですねいや言ってないかもしれないです、僕の頭の中のことかもしれないです、ね、ですね、ちょっと怪しい脚色した可能性があります確認しないといけないですそんなことは言ってないよとか言われちゃったりとかね、うん、まあそっか、でもまあゆうくんから見るとまあそらちゃんは成長してるというか、まあ、僕がそんななんか偉い偉そうに言えないんですけど、まあまあまあ同い年だからね、そうですね、お互いにこうなんでしょうね、やっぱりいろいろ1年あれば学ぶこともあったんじゃないかなと、そうですよね、やっぱり1年って結構ね、あのですよね、振り返ってみると、はい、まあ、何してたのかなとか思ったりするけど、なんか内面の変化って意外とあったりしますよね、うん、そうですね、うん、そうだったんですね、まあ、それはまたね、こうそらちゃんのまたちょっと違った表情も見れたり、前回ちょっと怖かったんで今回は、まあ、怖くはないと信じてます怖くはない、そうです、前回怖かったっていうけど、でもね、 あれですよね、はい、やっぱりレギフィルムズの、ね、映画祭で賞を取るぐらいなので、うん、やっぱりすごくこう、あの怖いんだけどそれをこう自然で演じてるというかね、それやっぱそらちゃんの役者としてのね、はい、その狂気がある人ってなんかこうね、大げさにやりすぎるとまたちょっとこれなんか違うんじゃないと演技臭くなるけど、そうじゃなくて、まあ素のそらちゃんもこんな感じかなと思うぐらい自然な感じでね、やっぱり自然にこうなんかどっちつかずというか、こう曖昧な感じをすごい上手に表現できるなっていうのは、そうなんですよね、だからね、また今回もそういうね、やっぱ心の内側の悩みみたいなものとか葛藤をこう描くので、そら、はい、ちゃんだったら結構うまく表現できてるのかなと思って楽しみにしています。ありがとうございますですね、でこうね、団体としてはね、この3月にはまたね、あの映画祭もあったし、これからまたちょっと映画祭もね、はい、引き続きやっていくということで、はい、ちょっと映画祭の話もしたいなと思うんですけど、はい、またあの今度の次回は5月ですかね、そうですね、5月の6日ですかね、うん、にまた上映会やりますね、うん、ね、それであの他団体の方の作品もまた上映するんですか。そうですね、あの一般公募といいますか、うん、あの一般からまたあの短編作品、募集して、まあ、その中で、何作品か上映させていただく予定ではいますね、うん、ね、はい、その選考ってどんな感じでやってるんですか。選考はですね、まあ、うちのメンバーから選考委員を何名か出しまして、うん、で、まあ、もう来た作品をだんだん順次見ていって、うん、で、点数つけていって、あー、点数制なんですね。そうですね。一応その点数をつけて、そこから、まあ、そうですね、作品を選ばせていただいて上映するという形をとってますね。なるほど、はい、その点数の基準ってなるのはこれはですね、もう選考委員何人かいるんですけれども、うん、もうその人それぞれで点をつけてくださいっていうふうにお願いは一応基本的にはしていて、あ、そうなんですね、まあ、目安このぐらいだよっていうのは一応あるんですけど、うん、もうどういう点のつけ方をするかはもうその人それぞれで任せてるので、うんうん、なんでも観点とか全然違うと思います。ああ、そっかそっか。はい、じゃあもうあれなんですね。そのなんかストーリーとかそういう、はい、項目ごとのその点数じゃなくて総合点みたいな感じ。そうですね。もう点数をポンと一個入れてもらう感じになってます。なのでもうどういう意図でその点つけたのかもう人によって全然多分違うと思います。そうですね。まあいろんな視点があってもいいと思うので、はい、そうですね、まあ自由にっていうことで。はい、そうですね。じゃああれか、そのどんな作品が選ばれやすいっていうのも特に正直わからないんですよ。なんで僕がいいと思った作品もそんなによくのこう評価が上じゃなかったりもしますし、まあその逆もしかりなんで、本当にその見る人の視点によってその人の好みもあるでしょうし、まあその人が見てるポイントもあると思います。演技を見てるのか演出を見てるのか脚本を見てるのかもわからないので、そこでもうぶっ刺さった、誰かにぶっ刺さったやつが上がってるっていう感じになってますね。そうなんですね、はい、100点満点とかですか、10点満点、10点満点ですね、10点満点、はい、あ、難しいですよね、難しいですね、なかなか、うん、すごい大変なことをさせてます。そうなんですねそっか、まあね、その時によって応募作品の数ってやっぱ違うと思うんですけど、はい、まあ、結構多いんですか。それなりに来てますね、毎回。2回、もう、まあ今の時点で2回、もう一般公募でやって、うんうん、実際やってますけど、毎回、何作品で、3、40ぐらいは来ていて、
見る方も大変ですね。そうですよね、はい、まあ暇な人じゃないととか言ったらですけど、そんなこともないよね。みんな隙間時間で、そうですよね、はい、やると隙間時間で、そうですね、やることやってその隙間で見てもらって、うん、もうなんかポン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 送ってもらうっていう形をとってますね、うん、そうですよね。まあ短編だからね、そのね、まるまる1時間2時間とかではない、長編30分はちょっとね、寝る暇なくなるよね。ちょっとなんかいじめに近いような、なんか新手のそうですよ、ね、ハラスメントみたいな、あの、はい、そうですね、25分、最大25分なので、まあ、それが30分、まあ、でも相当ありますけど、そうですよね、それでも相当2本か3本で1時間ですからね、そうですね、30本とかだとね、はい、結構10時間とか、そうですね、10時間以上の時間を費やして、はい、なんでみんなには貯めないでねって言って、ちゃんと、そうですよね、貯めないでちょこちょこ送った方が大変じゃないよって言って、あの送ってもらってます。貯めると眠れなくなるよみたいな、寝る時間なくなるよっていう。なっちゃいますよね。本当に、はい、そっか。でもまあ皆さんね、はい、映画が好きなので、まあ、参考になったりとか、そうですね、なんかまあね、はい、あのいろんな感想をいただいたりすると思うんですけど、はい、まあ中ちゃんのそのね選考委員やってる、こう楽しさってどんなとこにあるんですか。やっぱりその、まあ、今おっしゃっていただいたように、うん、あのいろんな作品が見れるというか、自分たちが作った作品以外の作品をちゃんとこう見る機会ってやっぱり意外となくて、うん、あ、まあそうですよね、はい、まあ、うん、そういうのを知るきっかけだとか、本当にあの、あ、こういう撮り方あるんだなとか、こういう作り方できるんだなって本当になんか単純に勉強になるところも結構あったりして、うん、なんですごいなんかあのやっててなんていうんでしょう、新鮮な気持ちというか、なんか新しいものをこう、うん、見れる、目に触れられるっていうのはすごい楽しいなとは思いますね。そうですね、はい、私もなんかね、一番最初のその他団体の方の映画も見れる映画祭にも行って、はい、まあ、ちょっと用事があったんで途中で帰っちゃったんですけど、はい、でもまたやっぱりレギフィルムズとはちょっと違うテイストとか、はい、うん、なんかなんだろう、やっぱその団体さんのカラーっていうのがあるかもしれないし、うん、はい、まあ今まで見た監督さんと単純にこう別の監督さんがやってて編集の方がやってるから、うん、またなんか、うん、本当にこう新鮮でいいなって思ったんですよね。ね、なんかこう他団体の方がこう、ね、参加してくださって何か感想とかそういうのをいただいたりしてるんですか。でもそうですね、まあ、あのすごい、でもあのこう参加された方のこう終わった後とかにお話ししても、うんうん、やっぱ皆さん楽しそうにされてるのはすごい目につくので、うんうん、やっててこう、まあこうね、なかなかそういう機会もいっぱいあるわけではきっとないでしょうから。まあそうですよね、はい、なので、まあ、そういう機会をこう一つ提供できたっていうのはちょっと一つ意味はあったのかなっていうふうに、そういう見てて思います ね、 すね、一般公募してくれた方もね、うん、トークと、トークが、あ、そうなんです、あの普通にあのトークしてもらったりとかもするので、うんうん、そういうの見てるとやっぱりこう、うん、やっぱまあなんて言うんでしょうね、ものを作る人同士なんで、やっぱりこう、うん、共感したりとか一緒だってこうつながれる感じなんとなくあるので、それはちょっと僕らも嬉しいですし、多分その人たちも楽しんでいただけてるんじゃないかなと思ってます。あと応募がね30も40もあるってことは、はい、あ、結構日本でもね、そんなにこう映画作りとかね、はい、その映像を作ることをこう趣味でやってる方もいれば、まあ、本格的にやってる方もいらっしゃると思うんですけど、はい、結構いらっしゃるんだなと思って。そうですね、うん、なんか改めて実感しますよね、そういうところ、うん、なんかね、まあ、もちろんねそれ以上にたくさんいらっしゃるってことだからすごいなって思ったのと、はいはい、まあね、やっぱりこう上映会って大きなスクリーンで見れるのがいいですよね。うちの団体もそうですけど、ね、YouTube で上げてるのが基本になってると、うんうん、やっぱり大きい画面でああいう会場で上映したりとかって結構機会が少ないので、うん、自分たちも嬉しいもんね。そうね、うん、やっててね、うん、俺らその 6回7回やってね、楽しいもん、楽しい、自分たちで作った作品がやっぱりああやってダーンってでかいスクリーンでお客さんに見てもらえるっていうのがやっぱり、うん、本当に楽しい、うん、そうなんですよね、はい、あのまあ、YouTube でねこう気軽に見て、はい、何回もあここなんだろうとか思って、はいはいはい、見返したりするこの楽しみもあるんだけど、はい、やっぱり大きいスクリーンで見るっていうのがやっぱりいいものですよね、はい、映画って全然違いますねやっぱり、うん、はい、なんかね、そこら辺も意識してまたね作品作りしていくといいのかなとかも思ったりするんですけど、はい、うん、まあ、2人はなんか今後また ね、 あのね作品も今もね作ったばっかりだったり編集中だったりですけど、まあ今年は今後あの、うん、どんなものを作っていきたいと思ってますか。中ちゃんはどうですか。俺がかい。まあそうですね、どんなの
どんなのやりたいかな。な、まあそうですね。でもなんかあのそれこそ本当にあのさっきお話にありました一般公募の作品とかいろいろ見る機会が増えて、うん、こうあんまり自分の頭の引き出しになかった表現方法とか、うんうんうん、そういうものをいっぱいにいっぱい触れる機会がやっぱ多かったので、こんなことやってみようかな、あんなことやってみようかなっていうちょっと引き出しがやっぱ増えた気もするので、うん、そこをなんかこう生かしていける作品が作れたら、あ、まあ、表現の仕方とかってことですかね。そうですね。はい。はい。うん。ゆうくんはどんなの？僕はあの去年1年間もずっと映画祭欠かさず映画を作り続けてきたんですよ。あ、うんうん、まあ、あの他の監督の方は結構お休み一回ちょっと休もうとか、うんうんうん、一回今回は違う人にっていうのがあったんですけど、うんうん、なんで、まあ、今年はその去年ガーってやってきたの自分でいっぱい撮ってきた経験をちょっと一回整理して、あ、まあ、あの代表にもなったので一回こう、うんうん、もうちょっと裏の仕事でみんなをサポートしつつ、うんうん、自分の中ではもうちょっとこう去年の体験を整理していい作品をドンってこういっぱい作るというよりは出せたらいいなとは思ってます、まあ、ちょっと今までのものをブラッシュアップしてみたいな感じですかね。なんかしっかり考えてみたいなとは思ってるところです、ね、まあね、その時間もやっぱり大事ですよね。まあ、団体としては、まあ、今後今年来年っていうのはどんなことを考えてるんですか。はい、まあ、とにかく、まあ、まずは YouTube はやっぱ見てもらえるお客さんを増やすために登録者数、うんうんうん、増えてほしいなって、もっといろんないっぱいいろんなお客さんに、まあ、お客さんというか視聴者の方に見てもらいたいなっていうのと、うんうん、やっぱり映画祭ですね、どんどん活発に、もっとさらに活発にしていきたいなっていうのは思ってます。うん、そうですね。中ちゃんはどんな感じで思ってますか。そうですね、まあ、作品作りもそうですし、やっぱさっきゆうくん言ってた通り、うん、上映会をこう、うん、よりよりいい方向に持っていけるように、うん、まあ、そうですね、はい、アウトプットの場みたいなね。そうですね、なので、うん、せっかくこういう場があるのでもっとこうみんなに輝いてもらったりだとかっていうのができる場にしていけたらなっていうのと、うん、そういう場を守りたいなっていうところで頑張りたいなと思っております。なかなかね、やっぱりね、まあ、あれだけの人数を集めて、はい、まあ、上映していくって結構大変なんかね、作品選ぶだけでもね、選んでも大変、もうなんか要所要所に大変なところがいっぱいあるんでそうですよね、準備もあるし、はい、またね、なんか会場を抑えたりとか、はい、当日の進行とかやることいっぱいありますもんね。いっぱいあります、いっぱいあります、まあ、実行委員長なのでね、やっぱり責任、はい、責任しかないんでそうですよね、はい、うん、でも ね、やっぱりその大きいスクリーンで見るっていうこともそうだし、うん、まあ、役者さんたちの話とかね、監督さんの話が来てるっていうのもすごく魅力的だなと思うので、はい、たくさん出し物が結構そうです、ね、パフォーマンスが毎回、豪華なパフォーマンスがあるので、うん、それも結構映画だけじゃなくてその空間来てくれたお客さんに届けるっていう意味ではすごい楽しいんじゃないかなと思ってます。そうですよね。なのでこう、ね、また5月にあるっていうことなので、ぜひたくさんの方に見に来ていただければね、はい、また次回も開催しやすくなるっていうことで、本当にそうです、そうですね、ぜひね、またこう、ね、来ていただければと思います。はいはい、それではエンディングに行きたいと思います。はい、それではエンディングです。今日はレキフィルムズ代表神奈川雄一郎さんと上映会実行委員長の中村春人さんをゲストに招きしてお話をいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあちょっと今一度はい、映画の告知とあと、はい、映画祭の告知とかお願いしていいですか。はい、僕が監督して、丸谷そらさん主演で、お送りします。そして炎を仰ぐという作品が、来週の金曜日3月15日から、公開され YouTube にて公開されます。もう若者の、青春を描いて激重い作品になっているのでぜひ見てください。はい、ありがとうございます。中ちゃんお願いします。はい、続いての上映会第7回ですけれども、5月の6日に開催予定となっておりますので、一般公募もやりますのでぜひ気になる方参加でも構いませんので、ぜひお願いします。はい、ありがとうございます。まあ、X とかね、いろんな SNS でレイキフィルムズの情報とか発信してるし、まあ、作品は YouTube でいろいろ過去の作品もね見れるので、ぜひアクセスしていただければ嬉しいです。はい、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、それでは麻生優作さんのプロローグを聞きながらお別れです。リスナーの皆様おやすみなさい。
の人を帰ってきたらまたの持って土産バナスの一つも持ってだけどやっぱり時間も